皆様、こんにちは。クワハラ運輸株式会社専務取締役のクワハラ達也と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。企業の持続性の鍵はバックオフィスが握っているペーパーレス化とエンゲージメント1.2倍を実現したバックオフィス DX の全貌と題しまして、クワハラ運輸の発表とさせていただきます。クワハラ運輸は 四国の瀬戸内側、中央部にございます、工業都市、愛媛県新居浜市にあります。会社の創立は1924年、大正13年の4月、本年98年を迎え、再来年には100周年を迎えます。約100年、地域やお客様、そして従業員とともにつながりながら、一生懸命経営を持続をさせていただきました。 約10年ほど前になりますが、私自身が抱いていた危機感というものがございます。それは、脆弱なバックオフィス体制です。紙のドキュメントを管理し、それを労力のかかるやり方でデータ入力をすると、そういった仕事の仕方を当時しておりました。そんな中で、従業員の長時間労働を 見逃す可能性、またそういった形でえ法令違反による営業停止などオウンゴールを起こしてしまいそうなあ状態え非常に危機感を感じていましたそれらを改善するバックオフィス部門もえ労力のかかる仕事をしていることにより目先の仕事で手一杯でありこの危険信号を促す情報発信の役割や この課題を改善するといったことが自分ごと化されず、どうも人ごとのような雰囲気、また文化というものを感じていました。このままの紙の紙と手作業による体制のままでは、事業の持続というものが危ぶまれるとを強く感じておりました。私自身がこういった危機感を改善することを 克服することが使命と感じ、えー、バックオフィスの DX を進めてまいりました。そこで目指したものは、一つ目が法令やルールに沿って従業員が安心安全に働ける環境。二つ目が一人一人が経営者と同じ資座で会社を考えられる環境。それらを構築することを目指しました。ふわはらうにが導入した DX、 の全体像になります。<laughs> 従業員が関わるところにおきましては、勤務シフトの作成、勤怠管理、年末調整や給与明細のデータ、また生産システム、そしてマニュアルの作成、そういったものがクラウド化されました。基幹のシステムは、 人事経理こういったところを、奉行クラウドを利用しまして、専門家の社労士の先生、税理士の先生とも、クラウドを利用することによって、直接データベースを参照していただけるようになり、またチャットツールを使うことによって、日々やりとりを密に取るということができます。この社労士の先生や税理士の先生と、 日々、えー、濃密につながることができる環境を構築することができましたので、えー、この根拠を持ったあ情報というものが、クワハライニ全体に共有されるようになりました。DX による効果、あ主なあものが3つございます。1つ目が、1人当たりの平均時間外労働が約 134時間削減されたことです。これはあ2019年から2021年の比較データになります。削減された主な効果あとしましては、年間カレンダー,あーからあーシフト制に移行するということです。えー、会社の中では非常に大きな変化がでございましたが、社労士の先生から 非常に根拠のある有益な情報データを随時社員に共有することができ変化に対しても安心感を持って進めることができましたこの1つの大きな変化というものがどん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 次につながっていきました2つ目の効果として改善提案数が非常に多く増えたことです 2019年のほぼゼロというものは、まあ、私自身があトップダウンといった形でどんどん進めていったものになりますが、あ今ではあバックオフィスのメンバーが自分たちで、えー、考ええー、具体的に提案を上げる。それは、あ社労士の先生やあ税理士の先生と密につながるということで、えー、どんどん出てきたものになります。 今では24件、このトップダウンからボトムアップ型に変容した形で職場の改善が進められております。また自分たちができるということを実感してくれたことによる効果3つ目になりますが、エンゲージメントが向上しました。エンゲージメントは、この会社で今後も働き続けたいと思えるかどうか、といったところの 内容になりますまた持続的な成長や職場の活性度、職場を変える力、目標達成度といった他の分野におきましてもプラスに転じており自分たちが事実的に自分の職場を改善するというところがこのエンゲージメントの上昇に大きく寄与してくれているそういった数字の変化に対しても 私自身非常に嬉しく思っております。ここまでバックオフィスによる DX でさまざまな効果を発揮してきましたけれども、今後はバックオフィスから会社丸ごと DX に挑戦したいと考えております。会社丸ごと DX は2つ。1つが 会社内の業務データを丸ごと DX することです。受注データ、金板作成、納品、また日報金体、請求、分析評価、それらが一元管理されることにより、スピーディーな情報共有を図り、経営判断に活かしていきたいと考えております。もう一つは、働く環境である、 オフィスを丸ごと DX することです。防犯カメラや入隊システム、これらを生体認証のシステムを導入することにより、働く環境の安心・安全、また健康管理も付随することにより、利便性を強化をしていきたいと考えています。フハウィンは DX で様々なことに挑戦し、 変化を実際にすることができました。最後になりますが、クワハラ運輸の行動指針としてえ、従業員会社、そしてこの町ともに幸せになるという言葉がございます。私どもは幸せイコール自分らしさという考えを持っています。クワハラ運輸で働くことで、従業員一人一人が 自分らしくいられる。そして、みんながそ、そのような仲間が集まることによって、桑原運輸が桑原運輸らしくある。桑原運輸が地域に貢献することで、新居浜が新居浜らしくある。そんなものを紡いでいき、100年、そして次の100年にワクワクできる。そういった環境を作り上げていきたいと。 持っております桑原海の DX 実践につきましての発表は以上とさせていただきますご静聴ありがとうございました